日本のものづくりを自由な発想と行動で支援します。さまざまな課題や製造環境にマッチした産業用ロボットやソフトを開発、イエスものづくり。今回は自動化ニーズに対応する上田市のインフィニティソリューションズを紹介します。インフィニティソリューションズではドイツのメーカーとの提携による産業用ロボットの販売や CAD キャムなどソフトウェアの開発販売、製造ラインを海外に持ってのプラスチック金型の製造をしています。こちらは入社4年の谷川さん、 CAD キャムとロボットの販売営業を担当しています。そうですね、やりがいは本当にお客さんに、ありがとうだったりとか、言ってもらった時がかなり、自分の中でグッとくるところでありますね、はい。目標は、自分の中の目標としては、会社としてロボットを始めて、3年ぐらい経つんですけど、私は携わってからそんなにないんですけど、期間はもっとロボットのところを販売を拡販していきたいなというのがありますね。会社の人が本当みんな仲良くやってますので、困った時に相談できる方が本当に数多くいらっしゃるので、いつも頼りにしてますね、はい。このコロナ禍でですね、どんどん仕事のやり方が変わってきてるんですけど、その中でやっぱり私たちはないですね、いわゆるその SNS を使ったり IoT を使ったりだとか、新しい考え方を非常に若い人たちは持ってるんですね。あとやっぱり若い人たちは情熱がある、そういう若い人たちの力を、どんどん活用していきたいなというふうに思ってます。一番心がけてるところは元気ですね。イエス。